2022年6月30日に、ウクライナとルーマニアの国境沖合の黒海上にあるズミーヌイ島英語名スネーク島から撤退し、善意の縁としてウクライナの穀物を輸出することについて協力する姿勢を見せていたロシアが、黒海艦隊を増強しつつあってむしろ黒海封鎖を維持する構えであることを、ウクライナ軍が指摘したよ。ウクライナ軍によると、ロシア海軍は黒海艦隊に大型揚陸艦3隻を新たに配備したとされ、黒海の制海権をウクライナには渡すことなく、封鎖を継続していく構えであるとしているらしいな。ロシアの歩み寄りの言葉は信用しちゃいけないね。二国間の圧力は長引きそう。ウクライナ軍が7月1日に明らかにしたのは、ロシア海軍が黒海艦隊へ大型揚陸艦3隻を新たに配備したとの内容らしいが、その真偽は定かではないようだぜ。みたいだね。さて今回はそんなロシアが黒海の封鎖を維持する方針であるということについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア海軍が黒海艦隊を増強するために、まず考えられるのは、地中海からアドリア海を経て黒海に艦艇を入れる方法だな。でも、これはロシアによるウクライナ侵略が始まってからは、トルコがボスポラス海峡とダーダネルス海峡における軍艦の航行を禁止しているため、トルコが秘密裏に航行を許可しない限りは不可能だね。次に考えられるのが、黒海もしくはアゾフ海の造船所で揚陸艦の心臓だね。黒海におけるロシア艦隊の拠点は北東部沿岸のノボロシースクと、2014年に併合したクリミア半島にあるセバストポリの3つの軍港で、それぞれ造船所があるために揚陸艦の建造が可能ではあるな。だが、それ以外に大型揚陸艦の建造が可能な造船所がある軍港は、ウクライナ東部のペルジャーシンク、南部のムイコラーユとオデーサで、ペルジャーシンクが制圧されたのがウクライナ侵略開始後の2月28日であることから、ここでの大型揚陸艦建造はありえないとされているほか、ムイコラーユとオデーサは2022年7月4日時点でウクライナの支配下にあるぜ。そうだね。そして、黒海への大型艦艇の補充が可能なルートがもう一つあり、それはカスピ海から内陸のボルガ川を経て、河川などを利用して作られたボルガードン運河からドン川を経て黒海に入るルートがあるよ。ボルガドン運河は1952年に運用が開始された内陸の運河で、ロシア南部ボルゴグラード市クラスのアルメイスキー地区とカラチナドヌを結ぶ全長101キロの拷問式運河で、最大で88メートルある高低差を13の拷問で繋いでいるんだ。拷問式運河って何？拷問式運河とは、運河の起点と終点に大きな高低差がある場合に、運河の途中に拷問を数箇所設置し、それらの開け閉めによって拷問で仕切った船舶が浮かぶ水面の水位を調節し、次の拷問までの水位を同じにしてから一方の拷問を開いて船を航行させるもので、パナマ運河と同じ方式だよ。ボルガードン運河を通過する所要時間は船舶の大きさにより23から32時間の幅があるんだけど、最大で6000トン級の船舶が通過することができるとされ、ロシア海軍のロブチャー級揚陸艦満載排水量4080トンや、ペルジャーシク港でウクライナ軍のドローン攻撃を受けて損傷した。タピール級揚陸艦満載排水量4700トンなどの大型揚陸艦の航行が可能とされているんだ。ただし、ロシア海軍はカスピ海に小艦隊を配置しているものの、カスピ海小艦隊には大型揚陸艦が配備されておらず、カスピ海沿岸の造船所で新造されたとの可能性はあるが、この水域内で一度に3隻が建造可能であるかは明らかにされていないぜ。インターネット上などでは、ウクライナ軍が発表したところの追加配備されたロシア海軍の大型揚陸艦3隻というのが、3月24日にペルジャーシク港でウクライナ軍の攻撃を受け、破壊されたとされているタピール級大型揚陸艦サラトフと同じ攻撃で損傷を受けたとされている、ロプーチャ級大型揚陸艦フェイザリクニコフとノボチェルカスクの2隻が、それぞれ修理を終えて艦隊に復帰したことを誤って伝えている可能性があるとの指摘もあるね。また、インターネット上では揚陸艦3隻が新配備、あるいは復帰したところで、黒海の封鎖に必要な種類の艦艇ではなく、もしズミーヌイ島への再上陸を計画しているとしても、艦隊防空のようであった機関モスクワを失った黒海艦隊では、ウクライナの対艦ミサイルネプチューンや西側諸国から供与されたハープーンの餌食になるだけであろうと指摘されているんだ。しかし、ロシア海軍が黒海艦隊を増強するまでもなく、ズミーヌイ島からロシア軍が撤退したとしても、ウクライナ最大の貿易港オデーサ港の周辺海域には大量の機雷が施設されているとされ、掃海しないことにはオデーサ港の利用は不可能とされているぜ。この機雷は当初ロシア軍がオデーサ港を閉鎖するために敷設したとされていたんだけど、どうやら真実はオデーサ港にロシア艦隊を近づけないためにウクライナ側が敷設したようで、どれほどの数の機雷が敷設されたかは明らかにされておらず、
機雷を掃海する能力をほとんど持たないと思われるウクライナ海軍だけではどれほどの時間を必要とするかわからないんだよね。ウクライナ側は機雷除去の際にロシア軍が攻撃しないとの確約がなければ、掃海はできないとしているな。でもロシア側は自軍に責任はないとしているよね。そうだね。だからこそ現状ではウクライナの穀物輸出は他のルートに頼らざるを得ないとされているよ。また、もし掃海に成功したとしても、ロシア黒海艦隊に所属する潜水艦の存在が不気味であり、結局のところ停戦交渉が成立するか、ロシアが侵略を諦めない限りどうにもならないであろうとされているんだ。世界では食糧危機を回避するために例えば、ルーマニアとの国境地帯にある港から穀物を船積みし、トルコ海軍など第三国の海軍が護衛して、ロシア軍が手出しできないようにする方法なども提案されているんだけど、NATO 加盟国でありながらロシアとの距離も維持したいトルコは賛同しないだろうと見られているよ。しかし、7月4日にロイター通信が報じたニュースによると、トルコ政府が、ウクライナで盗んだ穀物を積んでいるとの通報に基づいて、トルコ北西部カラス港の沖合約1キロの海上に停泊していたロシアの国旗を掲げたカザフスタン船籍の貨物船に、停戦を命じ拿捕したことが伝えられているんだ。このカザフスタン船籍の貨物船はジベクジュリという船名で、カザフスタンの船主が制裁の対象になっていないロシアの民間会社に貸し出した形で、ロシア国旗を掲げていたとされ、ウクライナ政府からの依頼を受けた在ウクライナのトルコ大使が、アゾフ海に面するウクライナ南部のベルジャンスク港において、同船にロシアがウクライナより盗んだ穀物約4500トンが積み込まれ、カラスに向かっているとして、トルコ本国に通報し拿捕を要請していたよ。この話を語ったトルコ政府の高官によれば、船に積まれている穀物がどこに帰属しているものであるかの記載は発見されていないとして、この先ロシア側とも連絡を取って調査を進める方針であることを明らかにしたとされているんだ。ベルジャンスク港がロシア軍に占拠されて以来、ウクライナ南部のエルソンやザポロジエなどにあるウクライナの穀物貯蔵庫からロシア側が穀物を盗み出しており、それを船積みしてベルジャンスク港から運び出して他国に売り渡しているとの報道が相次ぎ、ウクライナ政府では、侵略を受けて以来ロシア側が、ウクライナの穀物貯蔵庫から不法に持ち出した穀類は少なくとも40万トン以上に上ると推測されているぜ。ひどいね。ロシアの非道行為に対して世界から非難が集中しているのも無理はないよ。今回トルコがロシアの貨物船を拿捕したことで、フィンランドとスウェーデンの NATO 問題に決着を見たトルコが、ウクライナの穀物輸出再開のために動き出したとする見方が出ていて、国会での安全な航路設置に向けて、国連やロシア、ウクライナとの協議を進める中心的存在となることが期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の都市伝説の時間だよ。待ってました。今日の都市伝説は、ディズニーランドについてだよ。ディズニーランドも結構都市伝説が存在するよね。雑学の時よりも生き生きしてるじゃねえか。だって得意分野だからね。今日はたくさんある中のうちの一つ東京ディズニーランドの地下について話していこうかな。というかディズニーランドに地下なんてものがあったのか？あるよ。ジュースなどの物資を運ぶための地下通路が何本も通っているんだ。それが都市伝説なのか？違うよ。東京ディズニーランドの地下に秘密の会員制のクラブがあるという都市伝説なんだ。なんだそれは。それじゃ解説していくよ。正確には会員制レストランらしいんだ。アメリカディズニーランドやマジックキングダムに存在する巨大な地下管理施設群と混同されたものだと思われるんだ。東京ディズニーランドの実際は、来場者用の出入り口が一つなのを利用したパークの外周にある地上の業務用道路と組み合わされ、周囲に業務用道路が接続できない島状の建物が多い区域を中心に地下に業務用通路が3本作られているんだ。ゲストは基本的に立ち入ることはできず、ゲストの移動や商品食材等の搬入搬出、オンステージを通すと周囲がパニックになり、安全確保が難しい VIP やテレビクルーなどの移動に使われている。ディズニーランドそんな地下があったなんて知らなかったよ。しかもその地下に秘密のレストランがあるなんて誰も絶対知らないだろうね。そのレストランがあるのかさえ謎なんだ。だから都市伝説なんだね。そういうことだよ。最後のいいところで出てくるんだな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。Thank you.